手っ取り早く早くかっこいい技をやりたい人におすすめです。初心者におすすめの簡単なのにかっこいいグラ取り教えます。しかも男よりも女の子の方が結構簡単にできることがあります。無理やり回しているよりも明らかにかっこいいのがこのバックサイドノーズプレス27アウトです。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。いつもご覧いただき本当にありがとうございます。本日も絶好調でスノーボードを楽しむための上達のヒントをお届けさせていただきます。このチャンネルでは実際のレッスンで教えている内容を無料で見ることができますので、レッスンに参加できないという方は今すぐチャンネル登録をしてどんどん上達を目指していきましょう。私は10年を超えるレッスンプロとしてのノウハウを多くの人にお伝えすることでスノーボードを上達したいと思っている人を応援したいと思っています。スノーボードは上達すればするほど遊びの幅が広がり楽しさが何倍にも膨らみます。一緒にスノーボードライフをもっともっと楽しいものにしていきましょう。今回は初心者でもできるかっこいいグラ取りバックサイドノーズプレス27アウトというテーマで、ね、お届けさせていただきます。バックノーズ27アウトはかっこいいです。なぜならこの技ができると体の動きが自然とかっこいい形になるからです。バックノーズの27アウトは、プレスと回転を、組み合わせた動きのため軸を作る姿勢、体をねじる姿勢を同時に行います。この時の姿勢がかっこいい。しかもこれはボックスやレールなどのジブをやっている時の姿勢と同じなので、クロートにもかっこいい姿勢なのでそれが伝わります。激しいグラトリーは興味はないけれど、お手軽にかっこよく、そしてグラトリチックな、動きを、覚えたいと思っている人はぜひ最後までご覧になってみてください。それではレッスン動画をご覧ください。どうぞ。次やるのはバックサイドノーズプレスの、27アウトっていう、技を、やっていきます。どのような技かっていうと、まず前足軸、みんなレギュラーなので左足軸ですねに体の軸をキープした状態でプレスなので、テールを浮かせる動きに、なってきます。なのでまずそれがノーズプレスね、なりますよね。まあここはね大丈夫かと思います。じゃあバックサイドって何なのっていうところが、結構ねミソになります。スノーボードの、場合バックサイドっていうものとフロントサイドっていう名前を結構多く使うんですが、これがちょっとややこしくって、回転方向とプレスだとちょっと呼び方が違います。バックサイドノーズプレスっていうのは、はい、回転方向は、はい、フロントサイドになります。ややこしいですね、はい、反時計回り、反時計回りに回ることを、回ることじゃないんですけど、反時計回りに90度回す動きをプレスの姿勢では、要するに進行後こっちだったらこっちこう回すものをバックサイドっていう風に呼ぶようになります。これはちょっとあの技の名前はややこしいんですが、理解するしかないです。なぜならスケートボードの技の名から来ちゃってるからなんですよね。スケートボードでこっち側にこう回す時ってそもそも何があったかっていうと、こっちにレールとか自分のアイテムがある状態だったんですよね。で自分がある状態にこっち側にアイテムがあるところにこっち側に乗りに行った姿勢のことをバックサイドって言います。要するに背中側にアイテムがあるものに対して乗りに行ったからバックサイド、そしてこのノーズプレスの姿勢を取ったからバックサイドノーズプレスっていう名前になってね、ちょっとややこしいです、ね、回転方向はフロントサイドなんだけどバックサイドになります。はい、そして、そこから27アウトっていうのは何かっていうと、はい、バックサイドに90度回しました。今度は、はい、時計回りに270度回します。最初の90度とは逆方向に、はい、270度回して着地する技になります。なので全部で回転数は、時計回りに180度になります。その代わり前半に1回逆方向に90度回ってるぞっていう動きで、着地は簡単に言えばもうバックサイド180してる状態なんだけど、バックサイド180する前に1回90度が入った後にバックサイド180をしている状態がこの、バックサイドノーズプレス、27アウトっていうね技になります。なんだかややこしいですね、はい、ややこしいですけど実は技術的には結構簡単
でさらに、見た目がすごいグラトリチックに見えておしゃれです。で、脚力とかあんまりいらない技なので女の子にもおすすめになる、かっこいい技になります。で、これできるようになると何がいいかって言ったらボックスでも使えます。同じ動きができればボックスの上でも同じ技できるようになるよっていうね技になっているので、まあ、ボックス入る機会まだまだ少ないかもしれないんですが、ボックス入るときにこれできてると、技数一気に増えるかなという技になります。さあ、それでは、ね、必要な栄養素、いくつか練習していきたいと思うんですが、まず一つ目の体勢として大事なのが絶対的にプレスですよね。そもそもプレスできないと、ただの横スライドになっちゃうので、はい、プレスの姿勢をちょっと練習したいと思います。はい、前足軸になります。はい、みんな前足軸で、前足軸を作るときは大事だったのは、はい、朝一やりました。みんな、はい、一回前足軸作ってみましょう。トゥ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 、それ後ろ、そう、OK、そうです、そうです。前足軸を作るときに大切なのは、はい、前足の膝を曲げる、後ろ足の膝を伸ばすでしたね。はい、これ重要になってきます。なので頭からいかないようにしましょうね。あ、これ絶対間違っちゃいけないのが、プレスの目的ってプレスがゴールじゃないと思いますね。これでプレスしたから、よし、自分スノーボード これでゴールってしないといけないですね。プレスから今言ったみたいに回したいだとか、オーリーのオーリーをしたいだとか、くるくる回ったりとか、いろんな技に発展したいと思います。なので、こういう風にやんないように、俺は浮かすのが目的だね、今のやつめっちゃ浮きましたよね。もっとひどい人だとこうです。浮けーって、これ浮きますよね。浮いてるけど、これがゴールになっちゃうと他の技全くできなくなります。体の軸ちゃんとキープした状態、重力方向に体の軸をキープした状態で、これぐらいでいいです。別にいっぱい浮かさなくていいので、ちょっとで十分です。で、特にこれからやるバックサイドノーズプレスはそんなに浮かないです。そもそもがね、浮かないので、そんなに浮かさなくても、浮かそうと思わなくて大丈夫ね。で、どっちかというと体の中心、軸の中心を小指の上に持ってくれば十分な感じ。オッケーオッケーオッケー。で、こうして膝はできれば足の真上、要するにすねが重力方向にあるようにしてあげましょう。で、そこに対してへそをキュッ、この上に寄せると綺麗な軸作りやすいです。で、男はね、これでいいと思う。女の子はちょっと内股、股関節の可動域のちゃんと動く子は内股入れてもおしゃれになるんですけど、男の場合はちょっと股関節硬い人多いので、あんまり内膝に入れようってすると膝壊れちゃうので、あんまり頑張んなくて OK ですね。これぐらいで、で、いける人はいいんですよ。いける人はもうドーンっていけばかっこいいんですけど、結構痛くなるので無理しないようにしてあげてください。はい、そうする状態と、そうやってると、こういう自由な板使いができるようになります。前足の上に一本の軸ができて、テールがフリーになります。これ結構重要ね。はい、これがまずプレスの姿勢になります。あ、この時肩ね、肩水平イメージ、あと目線高いとこイメージね。そうすると自由になります。これだけできればまずプレス1つ目 OK。 じゃあ2つ目何かって、じゃあ腰のねじれです。腰のねじれ何に使うかっていうと、後半の回転力を生み出す力に使っていきますね。なので進行方向に対して、あ、ごめんなさい、その前に90度回さないといけないですね。じゃあ2つ目、90度回しましょう。はい、90度板を回さなくちゃいけないので、回す力どこから生むのって言ったら、これ先行動作です、ね、両足ジャンプで全然 OK なので、はい、進行方向に向かってポン、ね、これ午前中オーリースピンやったので、もう回転力の調整いけると思います。進行方向に向かって板90度回すぞっていう力を先行動作でポン作ってあげましょう、ね、で、これで空中で90度回せれば、着地を今の姿勢、プレスの姿勢にポン一発で持っていければバックサイドノーズプレスの姿勢になりますね。こういう風にこっちも見せておきますね。はい、このまま進行方向こっちだとしたら、ここから、はい、回すとで左足に上に立てば OK、ね、これで入りは OK です。はい、OKOKOK、 バッチリですね、バッチリですね。はい、では3つ目です。
3つ目は腰のねじれで、はい、270度回す力を生んでいきます。どうしても最初先行動作で回そうとしちゃうと、はい、これで立ってるんですけど、これ自体はできてるんだけど肩が進行方向向いちゃってるんで、次ジャンプしたらスイッチになっちゃいます。回っていってしまうので、はい、ここからいきますよ。かっこよくなります。進行方向から逆方向に目線を向けていってく、はい、バックサイドの180やりましたよね、あれの動きにしていきます。最初はフロントに90度かけるんだけど、着地したら後ろ向いていってくる、はい、着地したタイミングで後ろ向けるとめちゃくちゃかっこいいです。で、最初慣れないうちはこういう感じ、最初慣れないうちは飛んで着地して進行向で安定してから後ろ向いてもいいです。これはちょっと自分の好みとか技術レベルに合わせて調整してあげるといいかなとは思うんですけど、できればかっこよくしたいので、はい、着地した段階で後ろ向くと、このひねりが、この姿勢がすごくかっこいい技なので、これが長い時間キープできた方がかっこよくなります。はい、うまいそれそれそれ、こういう感じ。そうするとひねりが強くなりますね。はい、でこのひねりから、はい、最後のアウトです。アウトは実際どうやって、270度回していくのかっていうと、先行動作で90度回してこのひねりを解放する動きになるので、ここでツイスト運動を使って回していってあげる、はい、回していってあげる、はい、この辺が腰がね、ややこしくなりますけども、うん、さっきの、レイトスピンやった人分かりやすいと思うんですが、先にひねりを入れておいて、そこから回し込んでいってあげる動きが、これがバックサイドの、ね、27アウトの滑りになる、アウトになるんですが、でここで、アウトの仕方なんですけども、いくつか方法あります。今みたいに雪面に対して、ちょっと惚れちゃったんじゃないですけど、雪面に対して足を押し付ける方法、まずこの状態からほとんど飛んでないで足だけ送り込む方法ね。あ、今回りきってないですけど、滑ったら回りきります。これで滑ったら外力もらえるので回りきれるようになります。でと、あとは飛ぶ方法から、今飛びましたよね、飛ぶ方法と2種類あるんですけど、まあどっちが正解っていうわけではなくて、かっこよく決めれる方向を選べばいいかなと思います。で、飛ぶ方法と飛ばない方法の違いは、もう正直上半身の伸び上がりをどのタイミングで入れるかになってきます。で、これオーリーのオーリーと同じ原理で、瞬発的に上にポンと伸び上がる動作を入れれば飛べますし、そこからその軸の重心の位置をキープしながら下半身のエッジを抜く動作をしていくと、雪面に吸ったまま回せるようになるような感じになってきます。できれば両方使い分けれるようになると最高ですね。これなぜかっていうと、技によってまたちょっと質が違うからね。例えばここからポンっていった後に飛ぶやつだと、大体それがフィニッシュになります。これでこれが技の終わり、この単体になります。ただもし飛ばずにアウトができるようになると、見ました、うん、さらに次のコンボにつなげやすくなってくる。どうしても飛ぶと着地の時に衝撃があるので、それを吸収する力が必要なので、一回体崩れちゃいます。そうするとそこで技フィニッシュって感じで、ね、技を一回締めちゃうんですけど、重心の位置を変えずに足入れ替えれるようになれば、今みたいに飛んだら今みたいに止まっちゃうんですけど、飛ばずに行けばポンポンポン、おお、でまあ足入れ替えれるように今度変わってくるので、まあいろいろな発想次第でコンボができるようになってきますよみたいな、ね、あ疲れためっちゃ息上がってっていう流れに、なってきます。まあこのいった流れをね、ちょっとね意識してやってあげると、このバックサイドの、27アウトも面白くなってくるかなとは思うので、まあ今日ちょっとね、これはみんなの見ながら得意な方に、ね、やっていけたらいいなと思います。実際ちょっとこれ滑りながら、やってみましょう。はい、行きましょう。はい、皆さんいかがでしたか。レッスン動画はね、以上となります。ありがとうございました。バックサイドノーズプレス27アウトの3つのコツまとめさせていただきます。1つ目、プレスの姿勢を大切にする。前足軸を、ね、作る、ノーズプレスとなります。浮かすのが目的にならないようにしていきましょう。体の軸を、ね、重力方向にしっかりキープして、そして、ね、板はそんなに浮かす必要はないです。
2つ目、90度板を回す、先行動作で回転力を生み出して板を回していってください。回した後に軸足の上にしっかりとね、軸を作って着地するようにしていきましょう。3つ目、腰のねじれを使って回転力を生み出していきます。後半の270度を回すためにプレスの姿勢を行っている時に、ね、目線を後ろに向けて腰をねじっていきます。その腰のねじれを使って、最後に270度、ね、回し込む、回転力を生み出します。この、ね、回し込みはツイスト運動を使って、最後に板を送り込むようにしていきましょう。技の難易度よりもかっこよさを重視する技です。グラトリを普段やらない人もね、滑っている時に何気なくこの技を入れるとかっこいいですよね。ぜひ今週末トライしてみてください。はい、ありがとうございました。ここで告知させていただきます。ただいまオフィシャルストアではコロナなんてぶっ飛ばセール開催しております。期間限定で全品 20% オフにてご提供中です。 DVD やステッカー、オリジナルのボードケースまであります。ここ数日ですね、ボードケースが人気となっております。商品の詳細は動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご確認よろしくお願いいたします。そしてですね、現在の、ね、レッスンの状況を、ね、お伝えさせていただきます。グループレッスンに関しては今のところですね、自粛させていただいております。ただしね、今ですね、北海道のですね、非常事態宣言の方ですね、解除されましたので、ちょっと、状況を見ながらですね、グループレッスン、またですね、復活させたいと思っております。そしてですね、プライベートレッスンの方もね、募集させていただいております。こちらは個人レッスンと、なりますので、随時募集させていただいております。北海道にね、来るという方、まだね、雪残っておりますので、ぜひですね、一緒にね、スノーボード楽しめたらなと思いますので、お声をおかけください。よろしくお願いいたします。私だけに限らずですね、ウィンタースポーツ業界、これからがね、頑張り時かと思います。ちらほらですね、ちょっとクローズに、なってしまったね、スキー場のね、情報もね、聞こえてきております。みんなで力を合わせてスノーボードを楽しんでいける環境、これ、ね、守っていきましょう。皆さんもですね、免疫力をね、高めるためにもですね、心をリフレッシュ、体をリフレッシュするためにもですね、ぜひですね、ゲレンデにね、もう一度足をね、運んでいっていただけたらと思います。笑顔を忘れずに思いっきり楽しいスノーボードライフ歩んでいきましょう。スノーボードは人と人とをつなぐ笑顔の架け橋、スノーボードを通して笑顔の輪を広げていく活動を行っています。ぜひお友達にもチャンネル登録をお勧めしていただけると嬉しいです。一緒にスノーボードをね、もっともっと楽しんでいきましょう。高評価してもらえると次の動画を作る活力になります。スノボー先生の活動を応援していただけるという方はぜひいいねよろしくお願いいたします。実際にハウツーを見た後に滑ってみた感想を、ね、コメント欄に書き込みいただけると嬉しいです。これからも内容の濃い動画を提供できるように頑張っていきたいと思っておりますので、応援メッセージよろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。長い時間最後までご覧いただき本当にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。最高のスノーボードライフをお過ごしください。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。